ほっこり和む話中学2年12月10日のお礼お前さ今原因不明の痙攣発作に悩んでるだろ誰にも相談せずにさ痙攣の時の顔が変な顔とかもっとひどい言葉でのろしられていじめられてるだろ病気といじめで悩んでこの日もいじめられて帰ってきたんだよなそれで包丁を持ち出して手首切ろうとしてるんだろ ほんとやめろ頼むからお前度胸ないしさ軽症で終わるけど母さん泣かせるんだからさらに父さんに殴られるから病気に効く薬ちゃんとあるからないろんな病院行って2年後にそれ飲んだ時感動するよお前街中でいきなり大声で「よっしゃー!」とか言ってガッツポーズするでも恥ずかしいからやめておけそれでお前は大学入学の頃 科学を勉強して薬を作るのを一生の仕事にしようと思うわけだお前の病気は完治しないんだけどさでもおかげで学んだことはたくさんある死んじまったら何にもできねえんだお前なんかよりきつい立場にいるやついっぱいいるよでもお前の手足は薬飲んでりゃまともに動くからお前の切ろうとしているその左手で俺は新しい薬を作ろうとしてんだ 何か新しい薬作って誰かをよっしゃーって叫ばせてやろうぜ町中でガッツポーズ取らせてやれついでに恥ずかしい思いさせてやれいいか包丁は持ち出すんじゃないそれはお前の手首を切るための道具じゃないその包丁で母さんにあ日たの朝飯と弁当を作ってもらえいいな